私たちのハイヤーセルフは常に私たちの最善の利益を心から考えていますが、時にはそれがエゴの声によってかき消されてしまいます。エゴは物質的なものや成功、そして他人からどう見られるかに非常に関心があります。しかしハイヤーセルフはそのようなことには一切興味がありません。あなたのハイヤーセルフはあなたがまさにいるべき場所にいるということを思い出してほしいと願っています。あなたが犯した過ちはあなたが本来あるべき場所にたどり着くためのレッスンに過ぎません。それらの過ちは重要なステップであり必要なものでした。あなたのハイヤーセルフは今この瞬間があなたが変えることができる唯一の瞬間であることを思い出してほしいと望んでいます。エゴはしばしば過去とそこで何が起こったのかについてこだわります。エゴはまた将来何が起こるかを熟考するのに時間を費やすことを好みます。しかしどちらの場所でも本当の変化を起こすことはできません。前進する必要があります。あなたのハイヤーセルフはあなたが必要とするものはすべてあなたの中にあるということを思い出してほしいと願っています。自分自身と自分の価値について学ぶことはあなたの意識にとって非常に大切なことです。自分の価値を判断するのはあなた自身です。エゴは外見をとても気にし、お金、成功、地位、名声などの外面的なサインから自分を確認しようとします。これらはどれもあなたの真の価値を反映したものではありません。常に他人を喜ばせようと努めていては自分の真の目的を達成することはできません。あなたのハイヤーセルフはあなたが恐れではなく愛に導かれることを忘れないでほしいと望んでいます。エゴは恐怖によって導かれます。エゴは十分ではないことを恐れます。あなたのハイヤーセルフが従う唯一のガイドは最も高い周波数の愛です。エゴは最も低い周波数の恐怖によって導かれます。あなたのハイヤーセルフは私たちの安全がコントロールではなく需要の中にあることを思い出してほしいと願っています。人間として私たちは安心感を得ようと努力します。これは私たちが人生をコントロールしたいことを意味しますが、実際には全てをコントロールすることはできないため、流れに乗る方法を学ぶことでコントロールするのではなく受け入れることができます。人間の日々の葛藤は現実をそのまま受け入れるのではなく、物事はこうあるべきだと考えることです。私たちは他人を裁くためにここにいるのではありません。この人生とこの転生の中でできる限りの最善を尽くすためにここにいます。あなたが生まれてきた時の使命はあなた個人の使命であり、それを果たすのは他の誰でもないあなた自身なのです。あなたのハイヤーセルフはあなたが修正する必要がないことを覚えておいてほしいと思っています。あなたはそのままで十分です。スピリチュアルな成長は自分自身を改善することではなく自分自身を受け入れることから始まります。自分自身を完全に受け入れると不健康な思考パターンが消え始めます。ハイヤーセルフの導きに同調すると自分の本当の目的が何であるかを思い出すでしょう。やはり自己認識が鍵です。あなたが周囲の意識に同調するとき、あなたは自分の道を歩むことになります。